ユベントスの歴代最強イレブン決定どう思う？イグアイン、ロナウド、ディバラ、ネドベド、ピルロ、コグバ、アウベス、キエッティーニ、ボヌッチ、キュラム、ブッフォン、プラティニさえいないとか。 DF には知れ合い入れないとイタリア人に怒られるぞ。ポグバとカユーカ代表下のゴンデ。ジダンいないの？ジダンは守備できないからね。サンブロッタ入れてクレメンス。さすがに所属中にバロンドール取った選手は入れようや。ボヌッチよりははるかにカンナバロでしょう。ボヌッチのフィードは世界トップクラスだよな。デルピエロは入れろよ、ユベントスなんだから。ダービッツはバルサーリ、テレスもいいよね。バッチョやろ。トレセゲ、アンリはトップにデルピエロ入ってない時点で読む気失せたわ。昔の選手知らなすぎだろ。時短はないな。時短は過大評価すぎる。3年連続バロンドールかつ3年連続セリエ A 得点王で初のビッグイヤー取ったプラティニだろ。ビダル、ポグバは入ってくると思う。リエラ入れるくらいならピルロも入る。古い選手ならタルデッピあたりも入っていいと思う。アウベスは活躍したけど期間が短すぎる。最近の選手で貢献度で言ったらリヒトスタイナーの方がまだマシでは。イーレしかやったことない。大学生さんぐらいかな。時短いるチームが勝つやろ。こっちの方が良いだろ。ロナウド、イグアイン、ネドベド、ピルロ、ポグバ、ディバラ、ザンブロッタ、キエッピーニ、ボヌッチ、アウベス、ブッフォン。ゆうべ所属時の活躍度で挙げるとここら当たりは入るだろう。トレゼゲ、歴代外国人最多得点者、デルピエロ、最多得点者、ネドベド、バロンドール、ジダン、バロンドール、デシャン、世界王者、ザンブロッタ、世界王者、カンナバーロ、バロンドール、シレア、レジェンド、キュラム、世界王者、ブッフォン、世界王者。